今日の舞台はエティハドスタジアム。雨が降る中、声援を届けようと大勢のサポーターがスタジアムに駆けつけています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。プレミアリーグのこの一戦、マンチェスターシティがボーンマスと戦います。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。現在マンチェスターシティはリーグ最多得点を記録しています。今日もこのチームはリーグ屈指の得点力を発揮してくるでしょうね。ホームサポーターの前でゴールラッシュが期待できそうですね。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーはエデルソン・モライス、カンセロとウォーカーがサイドバックに、ベラルディとグリーリッシュが中盤のワイドな位置。前線はワントップを採用しています。ポストプレーが重要になりそうです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。試合開始です。エティハドスタジアムに響く歓声がひときわ高くなりました。グリーリッシュ、ファールはアドバンテージを取ります。マンチェスターシティのプレーが続きます。ボールはキーパーが触った。よく止めましたね。今のは難しいセーブですよ。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ロンドンスタジアムで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがウエストハムユナイテッドに生まれています。現在スコアは1-0、時間は5分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の試合経過をお伝えしました。中途半端なクリアになりました。ボールはまだ危険な位置にあります。ルーズボールです。ボールはどっちだ。フォーデン、一旦クリアしましたね。続きます。プレー続行、大丈夫か。しかしマンチェスターシティがプレーを続けます。ファールの判定です。警告は出るでしょうか。ゴールに向かっています。このシュートはディフェンスがブロックしています。フォーデン、カウンターのチャンス、ここは決めたい。相手を抜いてきた。いいクロスだ。おっとボールを取り返した。ムーア、1-1です。エデルソンのファインセーブ、1-1を止めました。中に入れた。グリーリッシュ、ギュンドアン、ここでフォーデン。マンチェスターシティの形がいいですよ。キーパーと1-1、誰もいないゴールへシュートを決めました。冷静なシュートではありましたが、逆にキーパーはどうしてしまったんでしょうか。ゴールを守る守備側の選手がいませんから、やすやすと得点しましたね。
グリーリッシュ、ここは副審が旗を上げています。まあ誰が見てもオフサイドですからね。パスはもっと相手の位置をよく見てから出さないと、せっかく裏を狙っても意味がなくなってしまいます。これはよく見ていました。キーパーと1対1でしたが入りません。力が入りましたね。ここは冷静になるべきだったと思います。高い位置でインターセプトします。おっと、これを止める。キーパーのファインプレーです。あのシュートに反応できるなんて大したものですよね。今のは素直にキーパーを褒めましょう。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。ここはホイッスルが鳴りました。カードが出るでしょうか。これは強烈なタックル。フィル・フォーデン、タックルでダッシュ、しっかりマークしていました。見事なロブパス。オフサイドの判定です。さて、スタンフォードブリッジで行われている試合に動きがあったようです。はい、最初のゴールがアーセナルに生まれています。現在スコアは1対0。時間は、激しすぎるタックルでした。退場になってもおかしくありません。おっと、レッドカードが提示されました。この選手は退場となります。こういうプレーをやったらダメですよね。同点に追いつこうとしているチームの足を引っ張るような形。ヘディングを止めた。今ので入りませんか。キーパーを褒めるしかありません。弧を描くようなパスです。通します。まだあります。なんとか危機を出しましたね。マンチェスターシティにフリーキックが与えられました。今朝、さまざまなブログやタブロイド紙を騒がせていたニュースですが、アトレティコマドリードが新しい選手を獲得するようです。そうですね、噂の真偽は分かりませんが、ファンの間でもかなり盛り上がっているようです。ありがとうございます。スタジオよりお伝えしました。繰り返しますと、アーセナルが、これはカードも覚悟のファールでしょうか。ポケットに手をかけた時はドキッとしました。イエローカードです。ディフェンスが後手に回っていますね。これ以上の退場者は絶対に避けなければいけません。グリーリッシュ、シュートを打つしかない。ここはキーパーが定位置にいませんでした。慌てることなく落ち着いてゴールを奪っています。無人のゴールってどういうことなんでしょうか。これは外しようがないですね。ここでボールを失いました。フォーデン、止める、止めます。ボールはゴール前へ。ゴール、ゴール。これで3点差。何点取る気なんでしょうか。ではリプレイを見てみましょう。お手本のようなコーナーキックですね。
そしてこのフィニッシュ、キーパーの位置を見てニアサイドを狙ってきました。さてキックオフからゲーム再開です。これでマンチェスターシティが3点リード、やや一方的な展開になってきました。グリーリッシュ、ギュンドアンが持ちます。思い切って滑っていった。これはすごいブーイングですね。まあチームのサポーターとしてはファールを取ってほしかったと思うのは当然でしょう。前半はここまで、スコアはマンチェスターシティがリードしています。さあ後半キックオフです。どうだ、おっとまたもゴールだ。チームはさらにリードを広げました。なんと4点差です。ディフェンダーを翻弄するようなゴールでした。何度見ても鮮やかです。いやー素晴らしいゴールでした。仕掛けが良かったですね。相手ボールになりました。かなり危険なスライディングタックルでした。これはレッドカードもありえるんじゃないでしょうか。ここはレッドカードが提示されました。この選手は退場になります。大差で負けているのでプレーが雑に。フォーデンに絶好のチャンス、決まった。ハットトリックです。勢いが止まりません。プレーを見てみましょう。精度の高いクロスでしたね。そしてこのボレーシュート、浮かさないように蹴るのが難しいんですよ。いや鮮やかなゴールです。監督の様子ですと試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。かわしてきた。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。フィル・フォーデン、マンチェスターシティサイドをつけそうです。行くしかない。おっとキーパーが止めた。これはスーパーセーブでしょう。結局キーパーがボールを確保しています。なんといっても最初のビッグセーブがお見事でした。一旦プレーを止めました。倒れている選手は大丈夫でしょうか。両チーム動きます。ドロップボールで試合が再開されます。パスカット、攻守が入れ替わります。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。キーパー止めましたがまだインプレー。キーパーが止めました。続けてセーブしています。乗ってますね。
かなり調子が上がってきてるようです。また取られてしまいました。試合終了まで残り時間は30分です。シュートは枠を捉えていません。組織がしっかり機能していますよね。しっかりボールをつないで決定機を作り確実に決める。まだあと何点か取りそうな雰囲気があります。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、マンチェスターシティが次に対戦するのはニューカッスルユナイテッドです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。主審がファールを取りました。相手のフリーキックで再開です。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ロンドンスタジアムで行われている、試合でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がトッテナムに生まれました。スコアを記録したのはケイン、本日2得点目です。決定機を冷静にものにしました。現在スコアは2対1、時間は67分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の試合経過をお伝えしました。ベストのタイミングでの飛び出しでした。はい、素晴らしいタイミングでしたよ。シュートは大きく横にそれました。ここで先ほどのプレーに対してのカードが提示されました。やはり見逃してはもらえません。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。さてここでスタジオから情報が入ってきました。スタンフォードブリッジで行われている試合でマンチェスターシティのゴール。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。試合終了まで15分です。サネ、アワール、ここはこれはカードをもらっても仕方ありません。このファールにはイエローカードが出ました。タネ、直接狙ってきましたがこれはキーパーがセーブしました。ライアン・フレデリックス、この試合も残すところあとわずか。スコアは6対、ゴールを見る。決定機の阻止に当たればレッドもありえますが、フリーキックが壁に当たった。ボールが相手に当たってラインを割りました。コーナーキックです。カウンターを狙っても面白そうです。カウンターのチャンスを生かしたい。これはいけるか。このプレーはオフサイドです。パスの先には味方が走っていました。うまいパス。
試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。リプレイを見てみましょう。ここからワンツーでテンポよく抜け出します。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。レロイ・サネ。マンチェスター・シティサイドをつけそうです。絶好のチャンス。あとはキーパーだけという状況でしたが、スーパーセーブでゴールを守りました。1対1を止められるとは思いませんでした。最高のファインセーブです。ここは打てるか。キーパーが両手でキャッチしました。アルバレス。このパスは通しません。クロスをディフェンスがブロック。ここで試合終了。アウェーチームはこのリーグ戦に敗北してしまいました。負けるにしても意外なほどやられてしまいましたね。今日の惨敗で多くの問題が明らかになったので、今後どう修正していくかに取り組んでいかねばなりません。チームの立て直しを期待しています。